イプシロンファイの単独ライブは成功だった。体中が沸騰するみたいに熱くなって、音が、言葉がどんどん溢れてきて、あの日胸の奥に知らない何かが生まれたんだ。バラバラの僕たちがどうしてあんな音を出せたのかな。なになに、すっごくポエミー。急にどうしちゃったわけ。単独ライブの話か。うん、ずっと考えてる。忘れられないんだ、あれが何だったのかを知りたくて。もう一度シュウ君が言ってたおもちゃ箱をひっくり返してみたい。珍しいこともあるな。本来ならルールを無視した音を重ねたところで不快な不協和音を奏でるだけだ。だが俺たちはそうならない。シュウがいるからだ。どういうこと？シュウが俺たちの音をまとめている。ボーカルであると同時に優秀な指揮者であるようなものだな。シュウ君が？なるほどね、なるほどなるほど。はあ、暇だな。お前は人の話くらい真面目に聞いたらどうだ。だって暇だもん。兄貴もどっか出かけちゃったしさ。ねえ、烏丸先輩、滑らない話の持ちネタない？俺に絡むな。リビングでゴロゴロするのはやめろ、邪魔だ。ひどっ。なんかさ、単独ライブ終わってから烏丸先輩の機嫌悪くない？いつも通りだろ。悪いって絶対、八つ当たり反対。あ、おかえりシュウ君。下北沢に行ってたんだよね。楽しかった？なんやの、鬱陶しいわ。まとわりつかんといて。あれれ、ご機嫌斜め。振られちゃったのかな。シュウ君かわいそう。そらどうも。あんたこそ大事なお兄ちゃんを取られんとええな。どういう意味？楽器店で楽しそうにしてはったわ。はるかと一緒にいた男、知った顔やったな。確か。はあ、誰だよ、クソみてえな音出しやがって。あいつか。おい、やめろ下手くそ。そんな腕でよくここで演奏する気になるな。うん、俺に言ってるのか。他に誰がいいんだよ。店長に試し弾きの許可はもらってる。問題ないはずだが。聞くに耐えねえんだよお前の音は。弾きたきゃ部屋にこもって一人でやってろ。ん？てめえ話聞いてんのか。おい、何なんだよ、ジロジロ見んじゃねえ。思い出した、お前は緑頭の男と路上ライブをしてたやつだ。あれを見てたのかよ。目立っていたのは緑頭の方だが、お前の演奏技術はすごかった。はあ？ってお前、風雷のギターか？そうだ、俺は風神ライジングの椿大和だ。ああ、ちげえだろ、なんでそうなんだ。
ブリッジミュートの掛け分けもできねえのかよ。問題ない。局長的に前弦にかけてアタック感を強調する方が好ましいはずだ。基本ができるようになってから言えっつの。アルペジオで弾いた上で3と4を外して音を伸ばせ。貸せ。この曲、この音。お前、イソフラボンなんとかのギターか？は？イソフラ？何言ってんだてめえは。イプシロンファイって言いてえのか？ああ、確かそんな名前だ。何から突っ込めばいいんだよ。つうか、同じフェスに出てんのに気づいてなかったのか？人の顔を覚えるのは得意じゃないからな。路上ライブで見たのは忘れてねえだろ。あれは気になったからだ。そうだな、お前に聞きたいことがある。それだけの技術を持っているのになぜだ？何がだよ。お前は苦しそうだ。緑頭のパフォーマンスが客に受けていたのはあいつが楽しんでいるように見えたからだ。いやいや弾いたところで誰にも響かない。だからあいつみたいにヘラヘラ笑えってが。冗談じゃねえ。俺はあいつとは違うんだよ。笑わないといけないのか？あ？てめえが言ったんだろうが。俺は今楽しんでいる。は？楽しいから笑うとは限らない。意味わかんねえ。てめえの言ってることはめちゃくちゃだぞ。俺はそうは思わない。音を楽しむのが音楽だそうだ。風来のボーカルの言葉だ。あいつに、あいつらに会うまで俺も知らなかった。風来に入って俺の音楽が変わったんだ。お前も音を楽しめ。知るかよ、付き合いきれねえ。どう楽しむ？なんだそれ。遊びでギターをやってるわけじゃねえ。俺は他の奴らとは違う。俺は真剣に。今更どうやって楽しめって言うんだよ。なの、無理に決まってんだろ。スターティングライブの動画？ああ、あんたのことだし撮ってるだろ。ネットでも見られるが音が悪い。1日目と2日目どっちだ？風来だけでいい。わかった、すぐに見られるようにする。しかしお前が下調べか？珍しいな。別にそんなんじゃねえよ。ギターはお前が気にする相手だとは思えないな。ほんと下手くそだよな。って言ってる割にさ、興味持ってるじゃん。まったく兄貴ってば。お友達ごっこなんていい加減やめればいいのに。ああ、かわいそうな兄貴。また苦しんじゃうんだね。ほんと彼方は泣き虫だな。泣くなよ、俺が兄ちゃんがいるから。あの時伸ばされた手を今でも思い出す。体が弱くて家にこもりがちだった俺を引っ張り出してくれたヒーローの手。彼方も同じ塾に。でもピアノだって。
別にダメじゃねえけど、俺忙しいから面倒見てやれないからな。ずっと憧れてた。だからってヒーローになりたかったわけじゃない。はるかの隣に並べるようになりたくて、はるかに認めてほしくて、はるかの特別になりたかった。ただそれだけだったのに。また真似すんのかよ。お前がやんなら俺はやめる。理由を教えろって本気で言ってんのかよ。全部てめえが壊すんだろうが、うんざりなんだよ。もう俺に関わんじゃねえ。だったら好きにやらせてもらうよ。仕方ないよね。俺から逃げる兄貴が悪いんだから。はるか、どこに行く？そろそろ迎えの車が来るぞ。俺はいい。兄貴も一緒に帰ろうよ。帰る場所は同じなんだしさ。触んな。ああ、行っちゃった。兄貴ってば、相変わらずだな。さーてと、俺も行こうかな。帰らないの？ちょっと用事ができちゃったんだよね。すっごく大事なやつ。じゃあね。カナタくん楽しそうだったね。頭が痛いな。シュ、こうなると分かっててカナタを焚きつけたんですか？面白くなってきたやん。次はどんな音が鳴るか楽しみや。ひでえ音だな。またやってんのかよ。イプなんとかのギターか。その呼び方やめろ。二条遥だ。そうか、二条。ちょうどいいところに来た。お前に聞きたいことがある。なんだよ。葵、風来のトロンボーンにお前のことを話したんだが、ライバルと仲良くしてる場合かと怒られたんだ。俺たちはライバルなのか？お前いきなり何言ってんだ。寒くねえのかよ。寒いか。少し暑いくらいだと思うが。だからくそ、何なんだよお前。マジで意味わかんねえ。お前と話してるとつまんねえことにこだわってる自分がバカらしくなる。あ、兄貴。やっぱここにいたんだ。お前は？どうもどうも、こんにちは。カナちゃんです。兄貴がお世話になってますなんてね。てめえ何しに来た？ああ、それ聞いちゃう？兄貴の新しいお友達に挨拶したいと思ってさ。さっけんな、帰れ。しダメだって。兄貴、お店の人に迷惑でしょ。緑頭、路上ライブで二条と演奏してたやつか。イプなんとかのベースだな。イプシロンファイだってば。二条かなた、路上ライブ見てたんだ。なんか照れちゃうな。それで二条弟が何の用だ？ツバキ、こいつの話なんて聞く必要ねえ。ひどいな兄貴、そういうこと言っちゃう？帰る。
ちょっと待ってよ兄貴。俺に触んなって言ってんだろ。言ってて、兄貴はもう気に入らないとすぐ手が出るんだから。そんなんだから前のバンドでもトラブル起こしちゃったんだよ。バッキーもびっくりしてるよ。マジで何がしてんだよ。もうすぐフェス本番でしょ。よそのバンドのギターに兄貴が何かしちゃったら大変だと思ってさ。さっき叩いたのも俺だったからいいけど。あ、バッキーは大丈夫？兄貴に何かされてない？バッキー聞いてる？ん？俺はバッキーじゃない、椿大和だ。はあ、そこかよって。ああごめんごめん、勝手にあだ名つけちゃって。椿大和だからバッキー可愛くない？よくわからないが俺なら問題ない。バンド同士のトラブルは珍しくないし、風来でもよくある。何も起きないとかえって葵が心配するくらいだ。風来ね、一緒にしないでほしいんだけどな。素直に聞いた方がいいと思うんだけど、要するに兄貴に近寄んない方がいいって話なわけ。俺の親切心からのアドバイス。兄貴ってば学校でも孤立してるしさ。あ、もちろん兄貴に悪気はないんだよ。てめえ黙って聞いてら好き勝手言いやがって。どうやら二条、弟の言う二条と俺の知っている二条は別人みたいだな。はあ？あれだけの技術を持っている男が高校生だと知って驚いた。どれだけ真剣に取り組んで努力してきたのかわかる。問題があるとしたら苦しそうな演奏をしてることくらいだ。苦しくはならねえかもな。うん？もう一回言ってくれ。だからどっかのアホを見習うのも悪くねえって言ったんだよ。わざわざアホを見習うのか。やめておいた方がいいんじゃないか。てめえはたく、風来のメンバーも苦労してんだろうな。なんなんだよ、意味わかんないんだけど。じゃあな椿、次はフェスのステージだな。ライバルなんだろ。気の抜けた演奏すんじゃねえぞ。ああ。はあ、ライバル？ん？一緒に帰ったのか。どういう風の吹き回しだ。兄貴待ってよ。うぜえ。なんであんな奴に構うわけ。あいつのひどい音、兄貴も聞いてたじゃん。はあ、しかもあいつが兄貴のライバル。冗談きついんだけど。どうせすぐ兄貴から離れてくよ。今までだってそうだったんだしさ。ねえ兄貴、そうでしょ。そうだ、俺もギター練習するよ。あ？兄貴みたいに弾けるようになるかわかんないけど、俺頑張るからさ。だから。ふざけんな！てめえにとってベースはそんなもんなのかよ。俺に当てつけるためだけの道具なのかよ。そうだって言ったらどうすんの？お前が何をしたいのかわかんねえ。ガキの頃からそうだ。
俺の後ついて回って追い回して。サルモネばっかでお前自身がねえんだよ。いらないのはてめえの方だろ。は？そのくらいにしておけ。はるかも言い過ぎだ。なんで止めるんや。相変わらずつまらん男やな、レイジは。シュウ、いつ帰ってきたんですか。ただおみも一緒だったんだな。うん、ただいま、レイジ君。はるか君とかなた君も帰ったら。なんや、楽しそうなことしてはるからうっかり見入ってしもたわ。続けてくれてええんやで。偽物じゃねえんだよ。待て、どこに。放っておけばええ。しかし言ったはずや。はるかとかなたはこじれればこじれるほどええ音を出す。かなたのあんな顔見られるなんてな。いつもの余裕をどこに置いてきたんやろ。あのお兄さんの驚いた顔も見ものやったし、フェス本番はおもろいことになりそうや。それは良かったですね。なんやのその嘘くさい顔、しらけるわ。すみません、俺はやることがあるので失礼します。思うところがあるのは遥香くんとかなた君だけじゃないみたいだね。レイジ君も放っておいていいの。これでバラバラ上等。せいぜい僕たちにお似合いの壊れた音楽を奏でようや。だから壊す。僕もシュウ君みたいにできるかな。ただ壊せばええんやない。上手に壊さなあかんの。僕だからできる。いい子は真似せんといてな。そっか。フェス本番が楽しみやんな。単独ライブなんてものやない。あれ以上の音を、あの先にあるものを見てみたいと思わん？見てみたい。ええやんええやん。僕張り切っちゃおう。あのお兄さんも僕たちもどうなるか見ものや。